新川向橋、鶴見川サイクリングロードより撮影、東福寺西側交差点。右側が現道で、左側がバイパス神奈川県道12号横浜上麻尾線は、神奈川県横浜市神奈川区から同市鈴木区などを経て、川崎市麻生区に至る主要地方道である。横浜市の三環状住放射道路を構成する放射路線の一つである都市計画道路として整備が、 進められているが、一部区間では、自動がバイパス道路として整備されている。通称は、横浜市内が横浜上浅を道路、川崎市内が遊ぶ通りである。江戸時代には、横浜上浅を道路の前身となる、日の王館と呼ばれる道があり、東海道神奈川塾から六角橋、岸根、小机を経て川向きで鶴見川を渡り、スケードで中原街道と交差。 川はを経て、市川で大仙街道と交差、さらに鉄、下朝を大倉、津市、小山田を経て、日野に至るルートで通っていた。この道は、村と村をつなぐ道であり、年貢を期限までに差し出すために、米田原を背に汗を拭いながら農民が歩いた道とされる。この道には地域により、様々な意象が存在し、川では、八王子道、小野寺では、神奈川街道、 小机では、飯田道と呼ばれていた。明治になると、神奈川や横浜で消費される、生活物資である焚き木、炭、野菜、柿などの運搬道路として農民に利用されていた。この頃は、神奈川より、鈴木軍側に至るので、鈴木王冠とも称されていた。1920年4月1日の神奈川県国寺第122項により、 神奈川県道神奈川日野線が指定される。1964年12月28日の建設省国示第3620号により、横浜神浅尾線が主要地報道として指定される。と田中学校入口交差点から、東福寺西川交差点までの区間、及び市川交差点から環状4号、入口交差点付近までの区間は、 横浜市都市計画道路として整備された市道のバイパスがある。バイパス区間は県道及び主要地方道の指定はされていない。以下、経由地は交差点名を示す。協力。ありがとうございます。